はい、今日は休日ということで、前の動画をまとめてみたんですけど、まあ、せっかくだし、なんかシリーズにしようと思って、俺が友達の秋元と遊んだシリーズをまとめました。まあ、見た方もいると思うんですけど、ちょっと省略して、まとめて、見やすくしてみたので、よかったら見てください。よろしくお願いします。いざ正々堂々戦おう。うんうん。はい。うわ。プロです。やだな。プロです。プロ持ってないんだな、秋元。いや、持ってはいるかもしれない。はい。はい。はい。なことある？登れ。やばい、やだ、やだ、やだ、やってください。え？どこにいんの？え、逆にいないの？どこだ、どこだ？いないの、これ。いいじゃん。やばい。規定通りなの。どこにいるの？え？横にいる。私。ここです。私ここです。下にいる可能性ある。いや、怖いな。めっちゃ警戒してるじゃん。早いからね。めっちゃ警戒してるね。どこにいるの？木本さん、ここに。僕ここに。木本さん、僕ここに。え？ここにいますよ、僕。ほら、ここにいましたよ、今。なんで？なんでじゃない。なんで？逆に。逆になんで？はい、入った。入った？うん。ああ、遅いから眠かったよ。うん。おー、来たね。今日はもう一人ね、ゲストがいるから。あ、そうなの？そう。通話にはいないけど、うん。もう一人います。知らん人と戦うのね。知らん人、知らん人と戦う。まあ、そうなりますね。はいはい。今日は秋元くんには知らない人と戦ってもらいます。はい、ここ拍手。はい、はいはいはい。はいはいはい。なるほどね。わかりました。はい。今、もう一人待ってるから。はい、来ました、来ました。入った。来たよ。レベル7。そう。ランク7。つまり？サバカ？サバカじゃない、初心者だよ。今日はランク7の初心者と秋元戦ってもらうから。はい、はい、じゃあ秋元対。初心者。頑張れ、初心者！頑張れ！秋元に負けるな。俺は初心者チームもちろん応援するから。ごめん。何？武器、なんか、普通に投げるんだけど。うわ！ズルしてる！この時点でズルしてる、秋元！射程伸ばしてる！この時点で！全然焦った。え、いいの？これで。もう戦っていいですよ。一回死ぬ？頑張れ。頑張れ、初心者。頑張れ。
見合ってるね。大木本が上から？どっちが、どっちが勝つか、どっちが勝つか。どっちが勝つか。おい、お前何回線落ちてんだよ。落ちた。おい、何やってんだよ。おい、何回線落としてんだよ。ほら、びっくりしちゃってんじゃん、初心者。歩いちゃったよ。やっぱスプラッシューター、タイマンが熱かったね。一番最初の。うん。あれ熱かったね。秋元、やっぱ強いね。シューター使わすと。パブロはやっぱダメだったけど。ね。シューターしか使ってないからね。シューターしか？シューターしか。普段もずっと？うん。ゲーム中？まあ、ローラーも使わないの？パブロも。バケツも？バケツも使わない。なんかめっちゃ真剣に言ってる。ごめんね、真剣ってるとこ喋ってて。いいよ、別にいいよ。ずっと、喋りながら、確かに喋りながらやってもんね、秋元。お、でも強い！お前、プライムシューターだ、そうだ。ちょっとズルしてる。ちょっとズルし始めた。ちょっとズル。ちょっとズルし始めた。ちょっとズルしてる。これズルでしょ、だって。射程がちだ。ね。あらら、ごめんごめんごめん。おいああ、やった。今一勝一敗ぐらい、いい戦いしてんな。ここからちょっと見えないんだよな。おー、やばい、射程が。おーおー。二人ね。どっちだよ。分身に分身。おー、秋元って。おーいおーいちょ、いたから倒しちゃった。おーいなんで秋元俺のこと倒すんだよ。うわ、マジ。やばい、死ぬ。これは死ぬ。おーい。いや、いたから。邪魔すんなよ。いたから。目の前にいたから倒すんだよ。くそ、やられた。お前がやったことや。くそ、卑怯だ。初心者、ウィズウナギ。ちょっと、おーい、投げたぞ、今。食い棒すぎる。食い棒すぎる。待て。おーい、やめろ、ずるいぞ。ずるいじゃないっす。もう、ヒデオさん族しかやってないじゃん。まあ、2対1でもいいんじゃない？最悪。どうせ負けるし。今のとこ使おう。今のとこ使おう。絶対使おう、今のなんか。闇っぽく言ってたとこ使おう。秋元さん。はい。今回はですね、はい、前回初心者と戦っていただいたんですけども、うん。3人の初心者と戦ってもらいます。うんうん、つまり3対1で秋元は初心者3人と相手しなければいけません。前回1人で勝っちゃったじゃん、初心者に、うん、俺は負けると思ってたんよ、うん、スプラ1をやってたからもしかしたら負けると思ってたんだけど、うん、それのリベンジということで3人用意しました。はい、はい、多くなりすぎだけど。さあ、マッチングしました。箱具倉庫縄張りバトルタイマン。あんま変わってない。あ、ちなみにインクの色変わってるからね。フェスだから。うん。武器は？おわー、全部分けてきたね、3人組。ナイスしてる。3対1、秋元。頑張ってください。でも相手初心者だからね、ほんとに。ランク10代だから。え、これ、まだ。何？縄張り落としてる？いや、対マンだよ。縄張りしてる。初心者だから。え、これ何？初心者だから許してあげて。これ何？縄張りしてる？違う、怠慢だけど、わかんないんじゃないかな。怠慢が何か。
あ、ごめん。ごめん、お前さ、まずさ、会社落ちた。前回は会社落ちただろ。何やってんだよ。初心者軍団はね、みんなナイスし合ってね、頑張ってるよ。しかも、やっぱね、縄張りバトル始めちゃった。ちょっと、縄張りバトル始めちゃった。あ、すごい、カモンしてる。ロボボブ、ほんとやめてほしいんだけど。カーリングも来たけど。お、降りるか。あ、3対1なのに、ロボットで4対1ってこと？そうそうそう。そう言ってくれ。ほら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 。あきおさん、後ろからローラが。あ、俺教えちゃった、あきおさんに。後ろからローラが来た。じゃあ、あれはでも縄張りしてるから大丈夫。縄張りしてる。無視すんの。いいじゃん、縄張りさせてやれよ。あー、すごい。でも頑張ってる、赤ザップ。勝てねえな。でもまだね、やられてないから、秋元くん。いい戦いしてるから。一人で頑張ってるよ。赤ザップ一人で。あ、待って、一人で頑張ってる。あ、ローラー来るかも。頑張れ、ローラー。どこ、どこ、どこ、どこ。ローラー。場所がわからない。ローラー。かわいいな、ローラー。いいぞ、ローラー、頑張れ。あ、惜しい。頑張れ、頑張れ。あ、ちょっとだ。頑張れ。やばい、こっち見てるぞ、秋元絶対。ローラー気をつけて。絶対見てるから。ここだ。やばい、やばい、逃げて。あ、失礼して。あー、若葉下向いてる。危ねー。若葉下向いてる。頑張れ。秋元なんかにやられるな。あ、やばい、逃げて。逃げて。ボム危ない。危ない。危ない。お、もうここにいたのか。あー、悪魔め。あいつ悪魔だ。一緒に頑張れ、一緒に頑張れ、一緒に頑張れ、ザップ頑張れ、悪魔に落とせ。秋元めっちゃ勝ちな。手加減をできないからな。ザップ頑張れ。あ、いいねいいね。あ、ローラ行った、ローラ行った、ローラ行った。あ、ローラやられちゃった。若葉頑張れ、後ろにいる。若葉頑張れ、いけ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 、頑張れ。どこ、ザップが一人で頑張ってる。ザップが一人で頑張ってる。ああ、初心者の希望のザップがやられてしまった。待って待って待って、ああ、惜しい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 。ローラー、ローラーいけ、ローラーいけ、ローラーいけ。やったーやったーやったー、ナイスナイスナイス。あれ、S プラス行ってなかったっけ前。行ったのか。あれ一瞬で落ちたじゃん。わかんない、覚えてない。一瞬で落ちたの。CBAS、S プラスの授業の中よ。A ぐらいがきつそうだけど。確かによく会社落ちれば、今日も落ちるんじゃないか。来たよ。いる。来たよ。来たぞ。見て。何ですか？何ですか？お水飲んでる場合じゃん、見て。来た来た来た。行ってて偉い。はい。読んだべ。まずは C 隊から戦います。うん、はい、頑張ってください。自信のほどはどうでしょうか。あ、自信はある、勝てる。 C だよ。何を基準に C と言ってるかによる。さあ、日本選手した秋元くんがリードしておりますが、うわ、潜伏してるな。姑息な手段してるな。ちょっとずるいぞ。すぐ戦いに行くのか。ボム置いて。お、イニハさん、おー、秋元が、またナイスして帰っていく。ランク見た？ 30 だったぞ。普通に、初心者じゃない。ランク初心者じゃない。え、秋元からしたらランク30は初心者じゃない。え？上級者？中級者？中級者ぐらいじゃない。おー、結構そこそこやってる。うん、おー、でも、きて、おー、うまい。秋元、イームが、いいですね。お、あ、最後倒せるか、どっちが。頑張れ、スパッタリ。スパッタリ頑張れ、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 頑張れ、頑張れ、頑張れ、スパッタリ頑張れ、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 あはは、惜しい。なんか何してもいいよって言ってるんですけど。あ、秋元も使わなかったね。
そう。おおおお、危ねえ。なんか、でも確かに B だ。うまくなってる。さっきより。危ねえ。秋元くん、倒しましたね。なんなく、なんなく倒したね。余裕だったでしょ。いや、余裕じゃないでしょ。余裕でしょ。今も多分、あれなんじゃない？あざ笑ってんじゃない？楽勝だって。あ、ポイズン食らって動きづらくなって、うわついに焼き物から一本取った。次 A なので、頑張ってください、秋元さん。はい、な、ん？若干縄張りし、いや、若干縄張りしてる。いいじゃん、縄張りしても。みんなヌルード好きなんだよ。怠慢だからね。今度こそね。前はなんか3対1やらされてたけど、待って、強いな。強くか、じゃあ、でも秋元倒したじゃん。あ、危ね。すごいよ。あー、スーパーチャック、チャック。ほら。死ぬ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 。だって強い強い。死ぬ死ぬ死ぬ。秋元死ぬ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 。すげえ強くか、逃げた逃げた逃げたら。どこ行くの？本番で撃つのか？おー。なんかすごい強く感じる映画。お、一発当たって。惜しい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 。あ、やばい。死ぬ死ぬ。危ない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 。危ない。ちゃんとサブ使ってくるね、もう。うん、死ぬか？おー！あー死ぬ。元気か？元気なくなったか？え、いや別に。元気なくなったか、急にやられて。調子はどう？あ、集中してるのか。ごめんな、うるさくて。ん？いや別に。あ、ジェットバック、ジェットバックした。あ、逃げて。逃げて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 。危ない危ない危ない。惜しい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 。おー、ゆきー。でも今ジェットパックによう耐え切ったってとこがありますね。なんか食器の音聞こえてる。この戦い食器の音聞こえてる。もしかしたらお母さん来た。うん。ま、どうしよっかなーって思って。秋元ママ来た。食器の音聞こえた。あ、どうした。危ねえ。お母さん呼んだら来る今。俺の声聞こえる、お母さん。いや、聞こえないんじゃん。ガチャガチャ言ってる。何食べたの今日夕食。カレー？なんでこんな食器使ったの？今日はね、うん。ビビンバだ。なんか喋ってるよ、お母さん。お母さん喋ってるよ。ビビンバ聞かれたんじゃない？あ、ちょっと待って。それは舐めた。あー、もう集中できないんじゃないか、今。はいよー。まだね、ガチャガチャ聞こえてますけども。今度はママのせいにせずにね。乱入してきたなぁ。3人目の資格だなぁ。もうガチャガチャ言ってる。ディスプレスどう？自信の方はあります？よくわかんないけど。今、あ、もしかしたらお母さんいて恥ずかしくて喋れない感じか？あ、声を発するのは恥ずかしい。俺が喋るとガチャガチャ。もしかしてわざとやってるお母さん。俺が喋るとガチャガチャ言ってない。わざとだべ、お母ちゃん。ちょっと。俺、相手若葉シューターだ。若葉シューターだよ。お気持ち。射程勝ってるよ。うん、スペシャルが、こっち、邪魔だね。スペシャルが邪魔だ。タイマン特化って感じがする。インカーマーがついそう。お、丸ミサ入れて。おお、危ない危ない危ない。ボブうまいね。さあ、どうする？相手インクアーマーたまるか？たまってしまったぞ。買ってくる。これはボブと一緒に買う。秋元、逃げてよ。いいとこに。あー、でも足りない。普通に強いですね。普通に強い。ねえ。勝ててないよ、秋元が。赤子のように、まるで赤子のようにね。もてあそばれてるよ。普通に強い。
ね、ボロ。いや、勝てない。勝てない。ああ、ボロ。あれ強い？強い。やべ。やっぱ S ぐらいなんだな、秋元勝てるところは。でも、諦めずにね、戦ってくれ。うん。秋元を通して諦めないように戦ってほしいじゃん。でしょ？秋元をヒーローにしよう。S プラスに勝てるヒーロー。ちょっと危ない、大丈夫か？大丈夫か、秋元。マジ？お前ヒーローになれないぞ、そんなんじゃ。ヒーローなろう。今勝ったと思ったんだけど。ちょっと惜しかった。2発当たった。頑張れ。頑張れ、秋元。負けるな、秋元。あ、ドア開けて出てったの、お母さん。今、お母さん出てったでしょ。出てない。出てない。おやるよ、キルしたよ。ねえ、最後キルしたよ。もっと喜んでもいいと思うよ。お待ちされた。喜んでいいぞ、秋元、最後キルできたんだから。はい、どうも、なぎです。実はですね、秋元、俺の友達の秋元くんが、スプラトゥーンをやめようとしてたんですよ。で、それをちょっと聞いた俺はね、こんなに一緒にスプラトゥーンやってきてやめちゃうとすごい悲しいじゃん。悲しいけどなんか彼は別のゲームやりたいらしくて、だったらスプラトゥーン笑って、送り返してやろうと。今までありがとうってことをね、伝えたくてですね、こういう状況になりました。秋元、また会おう。秋元やめないで。秋元大好きです。秋元スプラやろう。秋元お疲れ様。秋元金返せ。ちょっと最後はね、別にお金借りてるわけじゃないよ。借りてるわけじゃない、なんかネタとして金返せって入れたんですけど、まあ、プライベートマッチで感謝を伝えようかなと。はい。今日は友達に感謝伝えます。どんな反応するかもうちょっと楽しみなんですけど、これで今日は秋元とね、まったりスプラトゥーンをしていきたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあちょっと電話かけていきますね。はい、もしもーし。もしもーし。もしもーし。プライベートマッチ入れる？はい。お、多いな。おい。聞こえるか？聞こえるよ。え？まさかの無反応？いやいや、笑ったけど。今笑ってたろ。無反応？いや、そんなことない。一人でおかしいのいない？え？あ、秋元金返せおかしいだろ。やっぱおかしいかったか。借りたことね。でもちゃんと読んだんだ。今日はね、秋元くんがですね、うん、引退してしまうということで、スプラトゥーンをね、やめちゃうでしょ？そうですね、やめます。はい。それはみんな悲しいですよ。まあ、元からもう、え？もうやめてるようなもんだけど。元からやめてたら俺が引っ張り出したか。でも、やっぱみんなやめるのは悲しいと。こんだけ動画で活躍してる秋元が、いるから、みんな楽しみにして見てくれてる中で、やめちゃうってのはやっぱ悲しかったらしくて、うん、こういう感じになりました。はい。はい。まさかの無反応でしたけども。うわ、最後の秋元のスプラトゥーンや。これが最後や。もう秋元と一緒にやることはないんや。悲しくなってきたなぁ。あ、ヒレオいるじゃん。ヒレオ1。ヒレオ発見。ヒレオの名前見た？ヒレオの名前見てない。倒してみ。感動するから。感動するから倒してみ。こっち、秋元。あ、ヒレオが来てくれたよ。おい。お前かよ。秋元金返せって名前だから。お前かい。おい、みんな来たよ。ほら、遊びに。仲良くしたいんだよ。秋元と。みんな来てくれたじゃん。あれね。なんだっけ。
何思い出せない、ね。思い出せない何平和平和マッチみたいな。平和マッチ、そうだよ。みんな感謝伝えたくて来てんだよ、秋元の周りに。何してんの今。え、それ何してんの逃げてる。これ何してんのちょっと、俺最後だよ。ああ、ほら、仲良くしてくれた。仲良くしてる。ああ。何ボコされた。ボコしてないよ。愛だよ、愛。まあ、あれは無視だな。寂しそうだな君は。いや、寂しそうだな。縄張りの武器じゃないな。こいつは倒した。金返せだけで倒したべ、今。嫌なの。ありがとうとかじゃなきゃ嫌なの。じゃあ別に。腹立つ。腹立つ？味方に撃たれてるけど、大丈夫？ちょっと秋元また会おうですよ。しうわぁ、またお前。秋元とつばらとその最後だ。くっそー、悔しいな。最後だ、秋元。頑張ろう、仲間だよ。秋元、お前なんてなんちょっと笑ってんだよ。なんちょっと笑ってる人が泣いてんのに。なんか、絶対あいつ、あれじゃね？ん？なんか相手じゃね？あいつって何？今俺と喋ってるじゃん。あいつって何？うわぁ！秋元と最後だ、勝たせてあげたいんだ。秋元と最後だから。勝たすんだ、俺が秋元を。秋元くんはやだ。お、どうしよう。後ろにいる。秋元くんやられちゃった。秋元くん、うちの秋元くんがやられてる。秋元さん。秋元さん。悲しんでんの俺は。悲しんでんの、怒ってるよ今。起伏激しいよ。悲しんで怒って情緒不安定だよ。うん、だよね。危ない。行くぞ秋元。この裏いる。やばい。回して。あ、遅かった、ごめんね。違う、なんだっけ。こうだ。秋元なんで止まってんの。ナイス。秋元。止まってると。どこ押してもいいかなって、ちょっと。これ割っちゃおうか。意味なかった、割っても。秋元、一回逃げた方がいいぞ。秋元くんがやられた。秋元くんがやられた。それやろうって、秋元。今日でやめるのやだって。相手も言ってるよ。はい、秋元、はい、あ、逃げられない。秋元。秋元さん、俺も持つね。秋元作った道行くわ。秋元頑張れ。おー、倒した。ナイス。あ、死ぬ。ちょっと秋元さん、助けてください。頑張れ。ナイス。やばいよ秋元、最後のスプラトゥーン勝てないよ。このままじゃ。やばいよ。ローボーブに死んだ。ほこ止めた。俺ほこ止めた。最後だぞ。オチは気にするなって。ナイス。あ、そこ止めたんじゃない？いや、俺止めてない。お前じゃないんかい。